主のに姿がに作り変え」 がイエスよ黙祷を終わります。それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。ピリピ書三章の十四節、十九節、二十節からです。ピリピ人への手紙三章十四節。キリストイエスにおいて。上に召してくださる。 神のの栄冠をを得るるためにに目目標を目指してて一心走っているのです19節彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。 そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。以上です。この箇所から中林先生より人生の目標や目的をはっきりさせるという題で御言葉を取り次いでいただきます。はい、ありがとうございます、えー。皆さんおはようございます。主のもハレリアと賛美したいと思います。ハレルヤハレルヤハレ。 えー、今日のタイトルは「人生の目標や目的をはっきりさせる」というタイトルでお話をしていきたいと思うんですけども、えー、親の方にちょっとまず先に聞きたいと思いますけども子育てにとって大切なことが2つあるとしたら皆さんは何と答えるでしょうか子育てにとって2つ大切なことがあるまあ私は8人のお父さんですから えーまあ、これは、ね、正しい間違いじゃないですよね。どこにその重点を置くか、何を基準に子育てをするか、まあ、それぞれ違うと思いますよね。ですから、まあ、私が言う2つのポイントに同意しない方もいるかもしれませんけれども、私はこういうことに気をつけています。1つは、お父さんとお母さんが愛し合うこと。まあ、もうこれはやっぱり一番大切だと思いませんか 自分が子どもの頃のことを覚え,覚えなしてくださいよ。お父さんとお母さんが喧嘩している、それはどういう理由かわからない、子供には。ただそ、そのの喧嘩の内容に <laughs> 自分の名前が出てくる、ね、それはだから私のことを文句言って喧嘩してるんじゃないにしても、自分の名前を使って喧嘩をしていることがそれしか耳に入らないじゃないですか。そうすると、ああ、やっぱり自分は間違って生まれちゃったのかなとか。 ね、生まれるべきじゃなくてあんまり歓迎されてないのかなとかやっぱりそういう状況が続いてくるとですねあのラブタンクがいつも言いますけど私たちの胸にはラブタンクというのがあってこれはやっぱり親の愛でしっかり埋められて育ってこないとそのタンクが空っぽになるだけじゃなくてひびが入ってしまう、ね、そして、えー、将来まあ 私たち仕事柄そのよくカウンセリングをしますねでカウンセリングをしてやっぱりこう問題が多い子どもたちというのは間違いなくお父さんとの関係が良くないもう十中八九お父さんとの関係が良くない要するにラブタンクがもう空っぽですからどうせ俺のことなんか誰も愛してくれねえんだからいいやこっちへ来いこっちへ来いって。 可愛がってくれる、ねまあ、ギャングまでいかなくてもいいですけどやっぱりこう悪者の中に入っていってなんかか可愛がってくれるんじゃないかまたは異性との関係に走るまたはドラッグに手を出すまたはギャンブルに手を出す、まあ、そんなことはやっぱり両親が本当にこうしっかりしているってことはラブタンクがいっぱいの人はダメだというのは誰でも分かりますよねそれは。 だからそれを手を出すか手を出さないかの違いはやっぱりそのラブタンクが両親の愛によってしっかり埋められて育ってきたか来ないかに大きな違いがあると私は信じています2つ目子育てにとって大切なこと2つ目親の責任です私はこう思いますね子どものタレントを見つけ出してあげるこれは親の責任だと思います 親が自分がこういうことができるから子どもにもそうさしたいまたはもっとひどいのは自分が夢が叶えられなかったからそれを子どもに託すこれはやっぱり一番やっちゃいけないことだと思いますねなぜかというと私たちはみんな違うものとして神様からタレントを与えられて生まれてくるわけですから みんながみんな歌手になるわけじゃないみんながみんなね大学教授になるわけじゃないみんながみんなスポーツ選手になるわけじゃないやっぱりそれは誰の親のもとに生まれたかは別としてそれぞれ違うタレントがあるでそのタレントを親として見つけ出してあげるそして磨いてあげることが大切かなと私は本当に思っていますリモコンが どかかに歩いて行きましたかなリモコンがその辺歩いてたら教えてください。ちょっと一個下げてくれますか、えー、これはですね実はすごく喜ばしいことなんですけどもトヨタのハワイ・ドリーム・カー・コンテストというのがあったんだそうです。まあ、毎年あるんだそうですけども、えー、この絵を描いたのは7歳の男の子。 この子が800人の中から1位に選ばれた作品なんだそうです。まあ、要するに将来の、まあ、いろんなディビジョンがあってですね、えー、その、まあ、絵を描いた、ね。そしてじゃあ次,の次に行ってくださいその。その模型を作ったんだそうですけども、じゃあこれは誰が作ってナンバーワンになったか、もう1個いってください。はい、見えますか そのあの白い洋服を着た人はですねそのトヨタハワイの社長さんだそうですけれどもその下に7歳の坊やが症状を持って立ってるんですけどどこかで見たことありませんか <laughs> ねえあのここにいるんですけど白石健君ちょっと立ってくれますかちょっと手を上げてくれますかねえちょっとあのも,もう一回戻ってくれますか一番上のブドウの房のようなそのはいこれですね。 健君これはねな何をイメージして作ったんですかこのブドウの房みたいなボールはこれ開けると何が出てくるんですかちょっと前に来ますか大丈夫はいありがとうちょっとこっち来てくれるかなはいありがとうねありがとうはい上に立って上に立ってはい見えますかねえあのこれはねなな何を考えてこの箱は何が入ってるんですか庭と えっと、ベッドルームとプール入ってるのにわ,わかりましたあの箱の中に一つはお庭だから庭で遊びたいと思ったら車からあれを出してきてパカッとあげると庭になってもう一つはもう疲れたと思ったらベッドルームを出してきてパカッとあげるとベッドルームになるそして暑いなと思ったらパカッとあげるとプールになるそんな車があったらいいんじゃないんですかってことですかうううんほ他に,他にはどういう そのソーラーパネルで、それででになるのおーソーラーラパネルであれでもう自家発電で走っていくわけすごいね、そしてそのじゃあちょっと一個下がってください、写真を。これはあの模型を作ったのは800人の中でもケン君だけだったって聞いたんだけど、本当ですか、うん、本当ですそれでこれも持ってったの、うん、これを持ってったらそのトヨタの社長さんがびっくりしてた。うんねうん、すごいなって それでこれ、これどういうものかっていうのを説明をしたわけうん。そうだねすごいねこういう車が本当にできるかもしれないね、うん、あのケン君の夢は将来のまだわかんないわかんない。正直でいいねまあでもおめでとうございます大きな拍手でねお帰りください <laughs> はい、ありがとうございました <laughs> えー、そうですね あちょっっと下がってくれますか、ねまあ、表彰していただいたんですけども、えー、素晴らしいと思いません、これがタレントですよ、タレントを生かす、でも自分でも将来になるかわからない、これは本当に正直だと思いますよね、お父さんが言うから僕も建築会になるんだって、いや、それはやっぱりちょっと違うと思うんですよね、でもお父さん以上の研修会になるかもしれないし。 そこを親として磨いていくことが大切ですよというのが今日のねあのお話の大切なポイントなんです今日は人生の目標や目的をはっきりさせる、えー、子どもたちが今日は多いんで子どもたちに聞きたいと思いますはい子どもたちに神様が私たちに望んでおられること神様は私たちに何を望んでおられるか もう3番って言ってますけど3つの中から選んでください1番「比べない」2番「比べない」3番「比べない」はい答えは何番ですかね全員正解ですちょっと戻ってください「比べない」ちょっとリモコンを探してくれないととってもやりづらくて。 比べない、Don't compare Ladies and gentlemen, boys and girls。比べない、ケン君にはケン君のタレントが与えられている。ね、これを比べるから、世の中に問題が起きてしまう。私もあれが欲しい、ね。泥棒が始まる。どうしてあの子ばかりそんな嫉妬が始まる世の中の問題は、 人とと比べるるころから問題が起きるですから皆さん今日は子どもたちにこれだけ覚えて帰ってください。Don't compare 比べない。心配しなくてもいいですから皆さんにも今のケン君と同じまたはそれ以上のタレントが必ず皆さんに与えられてますから一人一人の子どもたちに必ず必ずそれはデザインじゃない全く違う音楽でもない 全く違う分野かもしれないけども、それをこの教会と皆さんの両親と共にそれを探し出して、それを磨いていこうじゃありませんか。アーメンですか。アメン。じゃあ大人の方に行きますえ。今日の結論ですけども、大人の方、今日分かっていただきたいのはまず一つ目、神様が私たちに望んでおられること。一番目。行きません。 はい行きました神様に命が与えられたことを信じること、これが今日のとっても大切な1番目です、皆さん、神様によって命が与えられたことを信じる、そして2つ目は、私たち一人一人には、今、ケン君にも与えられたように、同じように私たちにもタレントが与えられている。 ここで問題なのは、そのタレントをどう生かすかが大事。自分の欲望のために生かすのか、それとも人のため、世のため、神のために生かすのか。間違いなく神様は与えられたタレントを神のために生かしてほしいと思っているということを、まあ、当たり前ですけど、分かっているようで皆さん分かっていないと思います。そして3番目。 3番目はイエス様を信じて地獄ではなく天国に帰ってきてほしいと神様は私たち一人一人に望まれていますこの3つのポイントを今日の結論とさせていただきたいと思うんですけども実はこの水曜日に橋本さんの葬儀が執り行われます、えー、細いで6時からですぜひ皆さんにも出席してほしいんですけども この葬儀の時にですねまあ当然クリスチャンの方もいらっしゃいますけれどもクリスチャンじゃない方もいらっしゃる初めて私もこのクリスチャンの葬儀に参加した時になんて明るい葬式なんだろうなと思いましたね日本ではもう永遠の別れねもう二度と会えないもう涙涙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 ですよねところがハワイの場合はみんなこう喪服を着てるわけじゃなくてアロハシャツでもいいですし ね、赤い服を着てくる人もいるし、ね、黄色い服を着てる人もいるしこれどういう世界なんだろうなどうしてこんなに明るいんだろうなって分かったことは行き先がはっきりしているということこの人たちは今確かに亡くなったかもしれないけどたまたま私よりも少し早く亡くなったかもしれないけどももう今天国に行かれていてイエス様のもとにいるそしてこの人たちにはもう痛みも悲しみも苦しみも 働く必要もなくて、イエス様のもとで楽しく、幸せに、永遠に暮らすことができる、そんなところにいらっしゃるわけですよね。じゃあ、その亡くなられた方が橋本さんもきっと思われていると思います。いや、きっとじゃない、絶対です。橋本さんが今、私たちにどういうメッセージをくれているかというと、これは間違いないと思いますけど、私のことは心配しないでいいから、私はもうイエス様のところにいるんだから。 私のために心配して何かをすることはいらないですから、それよりも、あなたがここへ帰ってきてよって、橋本さんは今日私たちにメッセージをくださっていると私は信じます。ここへ来て再会してほしい、そんなメッセージをこの水曜日に、葬儀の時に私はさせていただきたいと思っています。 ね、たまたま一歩先行かれましたけども誰が行かれてもメッセージは一緒です残された友達家族に同じところへ来てほしい、まあ、そんな希望を、ね、私たちは信じて生きているわけですから本当にあめんです人生の目標や目的をはっきりさせる先日こんな話を聞きました ある方がアメリカの有名な大学を卒業してこの大学はもうアメリカではもうトップ3トップ4ぐらいに入るすごく有名な大学ですちょっと名前は言いませんけどもその大学を卒業すると大体仕事はこの今の世の中のいろんなトップに立てるような仕事給料が一番いい仕事に就く人が多い大学ですその大学にから卒業したある男性が 25年経って同窓会があったでその同窓会にその彼が出席して、まあ、多くのクラスメートが来ていたそうですそしてもうみんなとよく話して大体一通りみんなどういう生活をしてるかなって興味深く聞いていると大体こういうんですね80%の人がまあちょっと待ってくださいその前にですねみんなだからすごい仕事に就いてすごい収入があって もう大体それ卒業して25年目ですから2軒目の家が今、買えるぐらいの成功そして2回目の結婚をするぐらい <laughs> え聞いてます <laughs> なんかさらっと言ってるんですけど彼はやっぱりそこにこう引っかかったわけですよねなんかビジネスではうまくいってるんだけど幸せそうじゃない80%の生徒が幸せそうじゃなかったっつうんです、彼が。 ところが、残りの20%はとても幸せそうだった、これ、何が違うんだろうって、その彼は真剣にこう考えて、よーく友達の話を聞いていったんですね。そうするとですね、やっぱり20%の人たちはどうして幸せかというと、同じように仕事をしてるんだけども、やっぱりこの人生の目標や目的がはっきりしてる。 自分の欲望のために働いてるんじゃなくてほとんどのその20%の人は人のために働いてる人が喜ぶため人が満足することに集中して働いている結果的に人のため世のため神のためになっているから自分が満足するところが80%の人々はどういうことかというと自分自分自分みみみ自分が成功することばかり ね、ですから人を足台にしてでもまたは俺はこんなにすごいことしてるんで俺はこうなんで俺はこうなんで俺は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 ,俺はですよ結局神様も利用してしまってるそういう結論に彼は行き着いだったってうんですねですから偉そうなこと言ってんだけども肌身につけてるものもすごいんだけども なんか幸せじゃないんじゃないあなたその通りそれが先ほど前城さんに読んでいただいた聖書の箇所ピリピ書の3章19節聖書は人間取扱説明書ですからすごいことが書いてあります彼らの最後は滅びです彼らの神は彼らの欲望であり神様が欲望だって言ってるの聖書には彼らの神様は欲望 彼らの栄光は彼ら,の彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。まそ、あ、そうですよね。その天国のことなんかそんなこと,そんなこと考えてる今、教会なんかもそんな弱い者が行くとこだ。ね、え女性子供が行くとこだ、俺が行くとこじゃない。俺は大丈夫だ。自分の力でこんなに頑張ってるんじゃないか。家ももう2軒目だ。結婚も2回目だ。な何を施ってんのかわからないですけど。 ね、それに比べてけれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますこれ全く違う生き方をしているということなんですけどもうちの奥さんがすごくいいことを言いましたこの人は昔成功というビルを目指して仕事をしていた、ね、ですから といいうビルにがかかってたところが今はこの人のはしごは神様というビルにはしごがかけかわったっていうことをうちの奥さんが他の人に説明してるのを聞いてうまいこと言うなと思って同じように努力して登ってるんですけども汗水かいてみみ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 って登ってるのかねえ人のため世のため神のために。 汗をかいているのがこれ大きなやっぱり違いがあるということですよねこの絵をちょっと見てください「彼らの神は欲望である」まあダラサインのビルにはしごをかけて一生懸命登ってる絵が出てますけどもまあそういう時期があったかもしれませんねその山が大きいか小さいかは別としてあの上に立ってみんなついてこいとか言ってね あの一緒に成功しようなんちゃってねあのやってた時期がありましたそれが今では天国への階段に変わったまあでもこれはねちょっとイメージ的にはちょっと違うんですねどっちかというとこっちですね天国への螺旋階段あのクリスチャンとして生きていて なんでこんなことが起きるんだろう、神様を信じてるのにって思うことがありませんかね、いろんな試練が次から次へとやってくる、でもそれはね、バイブルスタリーでよく話をしますけども、皆さんの信仰を強めるために試練がやってくる、だから神様を信じてるんだけど、ある日は、あもう分かった、でもある日になってみると、なんかまた分かんなくなっちゃった、だから螺旋階段を上がってるみたいで、また螺旋階段がこっちへ回ってくると、あ分かった。 でもまた歩いてると分かんなくなっちゃうでも心配しないでくださいどんどん上がっていっていますから皆さんは信仰が間違いなく上へ上へ上がっていってその都度やっぱり試練が与えられて私たちの信仰を神様が強くしてくださってるまあこんなふうに思っていただいたらいいと思いますねスパイローステアケースっていうんですってね英語で。 ねえこれ、いいでしょ、この螺旋階段、お花がたくさんあって、途中で休むところがあって、ね、えこれがクリスチャンとしての人生ですよ、そして気づいたときには、痛みも苦しみもなく、天国へさっとこう行く、ねえ、やっぱりピンピン、コロリと天国に行けたら一番いいじゃないですか、ねえまあ、そんなクリスチャンを目指そうじゃありませんか。えー、ヨナさんんの話をしたいんですけども 神様は私たち一人一人に間違いなく神様の道へ従ってほしいと、いろんなメッセージを送っています。皆さん一人一人に。違うよあなたのタレントは実はそれがタレントじゃないんだよ。どうしてそこばっかり集中するわけあなたは。私があげたタレントはそこじゃないの。こっちなのって言ってるかもしれません、皆さん。または。 こんなに素晴らしいタレントをあげたのにどうしてお金のビルにまだ上ってるわけどうして私があげたこのタレントを生かして人のため世のために働いてくれないの神様が皆さんに間違いなくメッセージを送っています聖書の中にもヨナさんという人がいましたこの人はご存知のように、ね、このクジラに飲まれてっていう、ね、方なんですけどじゃどうしてクジラにのまれたかというと ニレベといいう町へ行きなさとと言われたところがヨナさんは嫌だ行きたくないそんなところいやだいやだいやだ,いやだ全然方向の違う町へタルシという町への行きの船に乗って逃げてしまったところが神様は計画があるから、ね、その船に嵐を起こしてもう沈むだろうっていうところで、ね、彼が飛び降りなければこのまま行ったら沈んでしまうそしてヨナは責任を取って船から飛び降りて。 そしたら嵐がピタッと止んだところが神様は計画がありますからこのクジラを用意してヨナさんをがぼっと食べてしまっておなかの中で3日間ヨナさんは生活をしてそして気づいたらニレベの一番近い、ね、港のところへポッと吐き出された海沿いにそしてもうヨナさんはもう分かりましたよ行けばいいんでしょう もう分かりましたよ、もう私はもう行きたくないけどでもあなたがそこまで行けって言うんだから行きますよこれ聖書のおとぎ話じゃないんです皆さん私たち一人一人に対しても間違いなくメッセージを送っていますドキ皆さんはそのメッセージに従ってニレベに向かっていますかそれとも自分はそんなことしたくないから自分の欲望に のの実現のために違う街を目指していんじゃないですかもう一人ご紹介しましょう。もういっぱい紹介したい人がいるんですけども、現代版でこの方はご存知ですか三橋先生はこの IJCC を33年前に選挙士として作られた今後ろに立ってストロベリーを持っている方ですけども、この方が。 この教教会を宣師として作られた三沢先生ですね。そして真ん中にいる女性の方が、えー、ゆき子先生といって三サ先生のお母さん80歳のこれ誕生日だったそうですけれども、えー、男の子が2人与えられて実はこのお母さん今日はお母さんの話をします三橋和俊先生は三サ先生のお父さんでご存知のように もう3歳の時から体が不自由で自分で何もできない洋服も着替えることもできないしトイレに行くこともできないそれぐらい体が不自由だったそして、このゆき子先生はまだ若い頃、看護婦を目指していた私は看護婦になりたいですって勉強して準備をしていた、ね、そして、三井先生のことを知ってですね、神様 この三才先生は本当に愛にあふれた素晴らしい牧師の先生です。この先生がこれからあなたの働きができるように素晴らしい助けで与えてくださいってみんなで祈ってた。で彼女も必死になって祈っていたらある日突然神様があなたじゃだめなんですかあなたはできないんですかその助け人に。お母さんは いや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 神様神様、私は看護婦になりたいの。分かっています。分かっていて言ってる。あなたがこの和俊先生の助け人になれないんですか何度それから逃れようといろんな言い訳を考えて逃げようとしたと思います。ところが、 このゆきコ先生が決意をしたことによってどんなことが起きたと思いますか皆さん札幌福音館が50周年を今年迎えます50年このハワイからも多くの人がその50周年の記念大会にこれから行くことを今準備を進めていますけどももしもしじゃないですこのゆきコ先生がいや私は看護婦になるから嫌だ神様それだけは嫌だ っていうことを聞かなくて看護婦になっていたとしたら、三井先生は生まれてない。そうでしょエリア先生は。ってことは、この IJCC はもしかしたらできてなかったかもしれない。ってことは、ここにいらっしゃるほとんどの人は残念ながらクリスチャンじゃないかもしれない、今。教会に通ってなかったかもしれない。ねえ。わ私は間違いなく教会に通ってなかったかもしれない。一人の。 女性の決意によって何千人の,人の人の人生に良い影響をしたかという話なんです皆さんもし看護婦として働いていたら何千人の方の病を癒すことはできたかもしれないけども何千人の方を天国へ送ることはできなかったでしょうでも彼女が私がやります見てくださいよ歩けないの男性を背負って歩くって考えられますか このビデオをいつかまたお見せしたいと思うんですけども雪の中で和俊先生が中に乗っていて由紀子先生がこうタイヤがこうスリップしてしまって車が進まないのを由紀子先生が外で雪かきして旦那さんは車の中でニコニコして見てるわけ頑張れよとか言っていやできないでしょそんなことをでも神様がやれと言うんだから。 私は決意した以上は最後までやり尽くしますということで今日の50周年があるんじゃないでしょうかねぜひ皆さんで札幌に行ってお祝いをしてほしいと思います何が言いたいか私が皆さん1人の人が神様の声に聞きしたがう時に何千もの人に影響を与えることができるということです。 俺が俺が私が私が俺が俺が,俺が私が私がみみみみみみみって生きていたら皆さんは成功するでしょうけど何千人もの人を天国へ連れて帰ることはできないっていう話神様は皆さんに何を語ってますかなんかシーンとしちゃってね私の話じゃないなんて思ってる方がいるかもしれないけどもごめんなさい 皆さん一人一人今日神様が語っていますあなたはどこを見てるんですかって今日の復習をして最後に今日はちょっと7分間の YouTube をお見せしたいんでちょっと復習をさせてくださいこの YouTube がまた感動的だからその前に復習しましょう子どもたち今日学んで帰ってほしいことは何でしたか比べないこと 比べないこと、比べないこと、比べるんではなくて、ケン君と同じようなタレントが私たち一人一人にも間違いなく与えられているということを信じようじゃありませんか。それは同じものでは決してありません。必ず違うものですけども、何が与えられているか、それをぜひ、この教会を通して、また両親を通して、 探し出し磨こうじゃありませんか。大人の方、3つのポイントです。今日の結論、神様に命が与えられたことを信じましょう。タレントが私たちにも、もう今、私は70だから、もういいわ、そういう話はいや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 、とんでもありません、皆さん。今もう90、100まで生きる時代です。残された生涯、神様が間違いなく皆さんにも、 準備している計画がありますから、この教会を通して聞きしろうじゃありませんか、そしてそのタレントは自分が成功するために使うんではなくて、世のため、人のため、神のために使うものであるということ、これが2つ目。3つ目、イエス様を信じて地獄ではなく天国へ帰ってほしいと神様は信じています。神様は私たちに 自由な意思を与えました、ねど。ロボットにしとけばよかったですよ、人間を。そしたらみんなイエスマンですよ、全員イエスマン。イエス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 。それじゃあ神様を選んだということにならないわけ。ですから私たちに自由な意思が与えられたんです。自由な意思を持ってタバコを吸い始めたんでしょ私も20年も吸っちゃった、タバコを。 もうやめるのが大変だった大変だった自由で始めたはずなのにやめられなくなっちゃって不自由になってしまったでしょもう笑ってる方はそこ苦笑いしてる方はもうみんな同じとこ取ったわけですけど <laughs> ね多くの人がただた今タバコ1つの例ですよ自由を使い間違って不自由になってることがないですかって神様は私たちに自由の意思を与えたのは お金もない私たちに自分の意志でイエス様を信じて天国に帰ってきてほしいから自由の意志が私たちに与えられたのです、えー、今からお見せする You can switch to YouTube I will explain a little bit ちょっと説明をしておきましょうねこの方アメリカンアイドルというのを見たことあります 日本もそういうなんかアイドルショーみたいな,なんかがあってそこからアイドルが生まれるみたいなアメリカンアイドルという有名な番組があるんですけどこの番組の英国版英国版の番組を今からお見せしますこの女性の方47歳でちょっと精神的に問題が小さい頃からあったそうです47歳で未婚無職 そして、えー、キスもしたことがない、これ僕は言ってるんじゃない、その人が今、これから英語で言いますから、皆さん、英語は分からない人のために、今、先にちょっと説明しておきますから、ね、そして、このショーに出てくることになったんですけども、その審査員も含めて、見てる人も全員、冗談じゃないよ、こんな人がなんで出てきたのみたいな顔して見てるの、みんな。ところが、歌い始めたら、もうみんなびっくりして、そう立ち。 総立ちになってもう審査員ももう参りましたって感じ、もうみんなバカにしてたわけ、最初は。それを今からお見せしますから、実はこの人が、えー、このショーに出たのは6年ぐらい前だと思いますけども、も今、毎年アルバムを出して、今、大成功して、もうその CD I'm good. How are you? My name is Susan Boyle. I'm nearly 48. Currently unemployed, but still looking. And I'm going to sing for you on Britain's Got Talent today. A <laughs> little nervous. Yeah, sure, no. Yeah, well, that's that's not surprising. But you know, trying. Got, I've got a fighting mood, you know, at the moment. I live in Mullin with my cat called Pebbles. But I've never been married. Mm -hmm. Never been mm -hmm. kissed. Oh, shame. <laughs> but it's not an advert. <laughs> and you, have you done this for many a year? Since I was 12. Since you're 12. I've always wanted to perform in front of a large audience. I'm going to make that audience rock. Alright, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, uh, Susan, uh, where are you from? I am from Blackburn, near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of. It's a collection of uh, villages. I have to think there and how old are you susan i am 47 <laughs> and that's just one side of me oh. <laughs> <laughs> okay what's the dream I, i'm trying to be a professional singer and why hasn't it worked out so far susan i've never been given the chance before but here's hoping it'll change Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine like Page. That? What are you gonna to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserabs. Okay. Big song. <laughs> yeah. Yes. I dreamed a dream and time gone. <laughs> All right. Uh, thank you very much, uh, Susan Pears. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in three years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, "I I want to be like a lame page," everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. <laughs> I'm reeling from shock about you two, but I am so thrilled because I know that everybody was against you. <laughs> I honestly think that we were all being very cynical and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was inspiring <laughs> Susan, I knew the minute you walked out oh, on that stage that we were going to hear something <laughs> extraordinary, and I was right. That's not a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? Oh, I don't know about that. You are. I don't know about that. Okay. Moment of truth. here's yes or no? The biggest yes I have ever given anybody. <laughs> amanda yes definitely wow. brilliant. <laughs> on, Jack, it's you. susan boyle you can go back to the village with your head held high it's three s's <laughs> You enjoyed that just a little. What if you have? <laughs> what a voice. Incredible. Congratulations! I... Oh my god! Congratulations! Oh my god. How do you feel? Pretty fantastic. <laughs> this says that's the biggest yes he's ever given on the show. In, in three series. Yeah. Oh my god! Mind blowing. Most extraordinary shock we've ever had. Just so emotional. Unbelievable and emotional and fantastic. いませんかこの教会を通して神様が皆さんに与えたタレント皆さんに与えた命を大切にして人のため世のため神のために働いていこうじゃありませんか私たちの神は生きています私たちの神は生きていますそんな神に仕えられることを本当に心から 感謝します。お祈りします。天皇お父様。あなたと出会えて。いや、あなたに立ち返ることができて、本当に心から感謝いたします。この教会をありがとうございます。三十三年前に、この I. J. C. C. ができたのも。今から五十数年前に。由紀子先生が。あなたの声に。 嫌だ、私は嫌、看護婦になるんだ。何度あなたの声を無視して逃げようと思ったか、私たちには想像ができます。でもあなたの声を信じて、あなたに助けてくれないか、あなたがこの人を助けられないか、その声を 信じて勇気を持って決断してくれたったことによって今日私たちにも永遠の命が与えられていることを感謝します私たち一人一人にも同じように神様が語ってくださっていることを信じます神様が私たち一人一人に何を語っているのかもしかしたら無視して長年生きてきたかもしれない 聞こえてはいるけど半分ぐらいしか聞いてないかもしれない自分をあなたに委ねて自分のことだけを考えるのではなくあなたの警戒区にユヒコさんのように従えるものとさせてくださいしばらく祈りの時をお持ちましょう神様と 応答の時神様の声を聞く時間を持ちたいと思います神様は皆さんに何を語っていますかその声に聞き知りましょう